お待たせしました。はい。はい、そのモギさんの方で出されている書面で特別広告状と上告国税が一緒になっているものは、ええ,えとこれは国土交通省大臣ほかの県ですかね。いやあのそれは違いますね。国土交通省と、えー、国、えー、国税庁とそれから金融庁これが行政分離の申し立てのその。 事件行政分離申し立てとは書いてない,ですけど、ね、いや,どいやあの、行政分離申し立て書のあそに、上、え、告、ー、条,条件、上告受理申し立て書っていう形で、もう行政分離は、えー、と7月の段階でしておりますので。行政分離するって裁判官言ってない,のでいや、あの、えー、被告選定の申し立てもしておりますので。 そういう行政事件があの起きているっていう状況ではないです。あの行政事件のあの裁判隊でそちら側が決定がなされておりますので、こちら裁判隊としてあの行政事件の裁判隊とかそういう意識ではありませんので、あのえっ、ー、とそちら側のその決定自体がもう国土交通省被告になっておりますので。うん までも事件番号とかも違いますし、いやあの事件番号はそちら側が事件番号ついてないので、のいやあのそちら側が事件番号を管理してらっしゃるので、いやあの最新請求はえー、頭のその被告は国土交通省そして金融庁えー、保険会社と保険会社損保ジャパンと三井が二名。 まあ、二社で、そして、川本和也っていうことで再審請求を求めていた。それに対して、上告のその申し立てと特別広告は、えぇ、ー、損保ジャパンと三井住友が一件。まあ、それと、行政裁判の分離した、えー、国土交通省、国税庁、えー、金融庁といって分離をしておりますので、まあ、ですので、えー、そちら側も上告しておりますから、 その、足の分だけちゃんと払ってください。保、あの、保証してくださいっていうのが行政裁判であって、で、もう一つの、えー、保険会社の事件に関しては、それを飛び出た分を払えと。それから、えー、損保ジャパンに関しては、川崎のぞみや、えっ、ー、と、ゾ力のりひこという、えー、損保ジャパンの弁護士、え、シリウス法律事務所の犯罪が出ましたので、まあ、ですから、それが、まあ、想定になってるという事件ですね。あの、 なぜそちらの方で、あの別人に王を渡したとして、自賠者が払っているのかと、自賠者の弁護人が、というのが、そちらの争点にはなってるんですけど、あの、私以外に払った虚偽の反応や認知症っていうのは、だからついてるんではないかと、私に対してですよ。あの CD、CD ロムや、その、えー、CT に関しては、茂木さんの怪我ですって言って渡されたものが、 反毛、えー、とそれから脳スカスカカの認知症なんですよねだからこんなふうな脳が出血だらけでスカスカだったらば喋れないでしょうとそもそもがと。要介護で喋れないそれから私はその入院中確かに車椅子でしたけどただしそれを自分の自力の,そのリハビリでなんとか杖,杖で歩けるようにまで行ってますから3回交通事故があっても。で、まあ、ですので その件が告げられている事件なので、まあ、ですから、あの、最低の保証してくださいねっていうのが、そちらの、えー、行政事件と、それからそれを飛び出た、えー、その事件に関しては、その、えー、一人分のその、えー、交渉の件ですね。それの請求をかけている事件ですので、それも上告と特別広告は、あの、申し立てておりますよね。 保険会社に関してはあそうですよねそしてそれに対してあの九月分から以降のえー、っと私が申し立て,ているのその a 樹林のあの、えー、控えのその返送をお願いしたいんですがそれと法定期日を、えー、何度もそちら側に申し立って,ておりますのでそれに対するその えー、受理員の、えー、と、控えをまた送り返していただきたいと。そして、保全をかけないといけないんですね。保全を。あの、たくさん今準備をしております。まあ、ですから、そちら11民が、その保全を、えー、その受領員とともに決定が出ないと、その、えー、申し立てもその保全ができないんですね。21民さんは、その特別広告だけ出ましたけど、その、まあ、ですから保全をかけてると。 まあそちら側が客観してしまうともう保全かけても仕方がない話になってしまうので、まあですからその、えー、まず9月以降のその私が提出していたその控えを受領委員いただくことと、それから、え、法定期日の申し立てを何回か出してますので、それもいただきたい控えを。それと、え、3つ目が、その、えっと、その決定が出されておりませんので、上告も特別広告も。それに対する陳情書を提出します、来週中に。 もう提出してるので、あの、出せるものは陳情書や異議申し立てだけなので、そちらに対しては。まあ、あの、えー、特別広告と上告の申し立てを保険会社もそれから、えー、国土交通省に関しても提出しておりますから、出せるのはまあ内容の違ったその国土交通省やその行政裁判に関しては、今度は国の責任を問う第一審からっていうのは出すことはできますけど、 同じその内容に関してのその請求っていうものは、そちらが、えもう事療院を押して、えその私に対して、その事件受理であるということのものが来ないとできないんですね。できませんので、よろしくお願いしたいんですが。もしもし。あの、はい、あの、近々お送りする予定ではおりますけれども。あ、そうですか。 では、あの、あの楽しみに待ってます。一旦、はい、が出されたものすべてが。ええ、事件として、立件されているわけではありません、ね。え裁判隊の判断で。あ、ええ、あの、えっ、ー、と、先週、あの、山田美穂、主任書記官が出張かなんかで、お、うん、あの、いらっしゃらない時に。えー、その、そちら側の書記官に、事件番号の、その、無から始まる、一六四、一六三に関しては、うん、あの。確認をさせていただきましたので。一六四は、もちろん最初に、最い。え。 そうですよね、そちらが最新の事案ですので、前に9月に今出したものっておっしゃってたものの中には、はい、の特に事件として立件しない扱いになっているものも、9月以降出されたものの中にはありますのであそうですか、ではその件もすいませんが、うん、あの一筆、この、うん、え何月付けと何月付けのはあの。今週はちょっと難しいので、はい、今日うはホテル立ち合いまで。 えーとまあ、来週中,来週中か、まあ12月半ばぐらいまでちょっとお時間いただいていいですかあそうですよね、事件案件がすごくあの私もし、東、えー、本を、えー、その後と18社ぐらい調べましたのであの、えー、安田火災生命という安田火災海上保険っていうものもありますし、森、えー、さん、今回のご要件は今のお話で、あとあ<の>明治安田生命っていう件もありますので、かなりあの。あの